申し訳ありません。そう言われてもなんだか実感が湧きません。あ、そういう意味でしたか。ちょっと勘違いしていました。心配してくれて、ありがとうございます。ご主人様にはどう見えているんですか？なるほど、そういうことですか。そうですね。私、楽しくお仕事してますよ。これもご主人様のおかげです。嬉しくないです。その、もう見ないでくださいよ。それはそうですけど。
でしょうか。はい、ちゃんと綺麗にしておきます。そのご主人様のために。自信全然持てないです、私なんか。お世辞でも嬉しいです。もう、ご主人様は意地悪です。答えが分かっているのに、わざと言わせようとするのですから。ご主人様にはどう見えているんですか？ありがとうございます、ご主人様。ご主人様、思った通りだって顔しましたね。
そこでこの格好をやめさせてくれる優しさはないのですか？最初はいい話かと思ったのですが。